はい、よいたのニュースチャンネルです。地方紙などに掲載された良いニュースや楽しい話題を皆さんと共有していきたいと思います。今回は福井新聞ですね。こちらから北陸新幹線の新駅の駅名に関する記事ですとか、関連サイトなどを合わせて紹介していこうと思います。まずこちらですね、5月27日の記事です。北陸新幹線福井県の新駅名に8候補、サバエは落選、私鉄仕様の越前竹府残るとありますね。こちらです。はい、では記事を読んでいきます。福井県の越前市に県内で唯一新設される北陸新幹線駅、仮称南越駅の駅名候補選定委員会の第2回会合が5月26日市役所で開かれ、越前竹府、新竹府、越前市、南越竹府、越前、竹府新、南越、越前国府の8案を駅名候補に選んだ。6月15日から1ヶ月間市内外から意見を募った上で、7月下旬の次回会合で5案程度に絞り込み、8月上旬の選定委の最終復習案を JR 西日本に要望書として提出する。最終的には決定権を持つ JR 西が2021年春に新駅名を決めるとありますね。はい、でこの日は6人の委員が市に提出した全13案を審議。第1回会合で定めた位置情報を持ち、全国の人に分かりやすい、読みやすく言いやすい、既存の竹府駅との関連性が明確、丹南地方の玄関口としてふさわしいなどの選定方針に基づき、事務局の越前市が1から13番の評定順をつけて提示した。評定順は越前竹府、新竹府、越前市、南越竹府、越前、東竹府、竹府新、南越、越前国府、越前竹府、サバエ、越前日野、丹南中央、サバエ越前だったですね。括弧内はどちらの表記でも構わないものとして示された。竹府と、竹府漢字とひらがなのどっちでも構わないということみたいですね。はい、会合では所在地が推定しにくい、JR 竹府駅の最寄り駅と分かりにくいなどの理由で、評定の下位4案が落選、東竹府が既存の、東武線と混同されるなどとして外され、越前国府が歴史を感じてもらえるとして繰り上がったと、そういうことなんですね。はい、越前竹府は福井鉄道福井線に同じ駅名があるが、市観光協会長で選定委員でもある村田春夫、福井鉄道社長が仮に新幹線の新駅名に採用された場合、当社としては依存ないと発言。福竹線の駅名変更に必要な費用を越前市が負担することを条件に駅名候補に加えることを認めた。6月15日からの意見募集は丹南ご市長庁舎と越前市今館総合支所、市民公民館などで計26カ所に意見箱を置く。越前市ホームページで応募用紙を郵送、ファックス、メールでも良い。意見は選択肢でなく自由記述で募るとありますね。こんな感じですね。はい、だから13案があった中から8案に絞ったということですね。はい、これに関しては一つもう少し前に、関連記事がありますので、こちらを合わせて紹介します。こちらですね、福井新聞のこちらは5月26日の記事です。はい、北陸新幹線の新駅サバエの名を、仮称南越駅、サバエ市長らが選定に要望とありますね。はい、で記事を読んでいきます。福井県鯖江市の牧野、桃市長をはじめ、水津達夫、市議会議長、黒田一郎鯖江商工会議所、会頭ら6人は9月25日、北陸新幹線新駅駅名候補選定委員会に対し、JR 西日本に提出する南越駅の新駅案に、鯖江の名を反映した、越前鯖江駅を盛り込むよう要望書を提出した。越前市役所を訪れ、選定委員会の委員を務める、川瀬信弘越前市副市長に、牧野市長が要望書を手渡した。要望書では、新駅名はできるだけ周辺自治体と名称を含めたものが望ましいとして、越前と鯖江の文字は共に全国的にも高いブランド力、発信力を持ち、新駅名にふさわしいワードとしている。
15日に発足した選定委員会は26日の会合で新駅名を8案程度に絞り、6月15日から丹南5市町住民に候補に対する意見を募る。8月上旬に知念市が JR 西に5案程度を提出。 JR 西が2021年春に新駅名を決めるというになりますね。実はその鯖江市の関連した方々はこの越前鯖江駅というのをプッシュしていたということですね。こちら要望書を出したということですが、こちら26日です。25日に要望書を出したということで、26日に委員会が開かれて、13案から8案になったんですが、こちらですね、越前鯖江というのを推していて、こちらですね、13案目にこの越前鯖江というのが入っていたんですが、結局も8案に絞られたことで、鯖江というのが、もう一つですね、この越前竹布鯖江というのもあったんですが、どちらもやっぱりちょっと落選というか、絞り込みの8案の中には入らなかったということみたいですね。はい。なかなかこの辺面白いのですが、こちらですね、越前市のホームページのところに、北陸新幹線新駅駅名候補評定委員会、設定委員会ですか、こちら のサイトがあります。なかなかこちらもの、会議の資料など、公開されていまして、面白い、内容になってます。合わせて紹介しようと思います。はい。でこちらですね、今回使われたこの第2回の会議資料ですね、いろいろスケジュールなども掲載されていまして、少し下に行きますと、こちらですね。はい。スケジュールですね。こちら、記事内にもあったんですが、26日に第2回選定委員会が開かれて8案程度に絞られる。で、こう1ヶ月かかって、市民、投げから広く意見を募る。で、選定委員会は再度開かれて、5案程度を、5案程度に絞り込んで、JR 西日本に送り、最後、JR 西日本が駅名を決定するということです。なので、JR 西、最後は決めるのは JR 西日本なんですが、おそらく出された5案の中からよほどがない限り、決まるのではないかなということですね。特にこう一般から投票を募るとか、人気投票とか、そういったことも特にないみたいですね。あくまでも意見を募ってということみたいですね。はい。で、この選定方針ですね、5つ、あります。記事内にもあったんですが、1、駅所在地を示すなど具体的な位置情報を持ち、全国の方々に分かりやすい。2、簡潔で読みやすく言いやすい。3、既存駅、竹生駅との関連性が明確。4、丹南地域の玄関口としてふさわしい。5、その他、県駅名との調整ですね。で、これちょっと気になるのが、簡潔で読みやすく言いやすいということなんですが、そもそもこの武士の部に生きるとかで竹譜というのがちょっと馴染みがないかなと。どちらかというと、これ見てパッと見ると、竹雄とか武将とかって読みたくなるのですが、竹譜というのがもう、JR のすでに駅名にあるので、竹譜、もしくはこの、ひらがなにする可能性、ひらがなの方が読み間違いはないと思いますね、確かに。その意味では、竹譜というのをひらがなにするというのは、なかなか一つのアイデアだと思います。で、この5つの条件ですね。で、そういうのがあって、で、今回出てきた13案に対して、それぞれこんな感じで、13のこの、採点といいますか、こう、丸三角、バツなど、丸三角、黒三角、配分ですか。で、こういう感じで13案に関していろいろ、こう、意見が、はっきりこうされているのは、なかなかこれは分かりやすくていいと思いますね。トップにあるこの越前竹譜ですね。こちらは所在地を推測しやすい。読み7文字、馴染みがあり語感が良い。JR 竹譜駅の最寄り駅であることが推測しやすい。丹南地域の文化や伝統産業にゆかりのある名称で、他市町から要望あり。で、福井鉄道竹譜線、福竹線の駅名、新駅名として使用する際にはシステム改修等の費用負担がいるということですね。はい。この、記事内にもありましたけど、この、今回の選定委員会の中に、この、福竹線の社長さんが、加わっていまして、こちらですね。要は、福竹線の方を変えますよということを言ってるみたいです。どういうふうに変えるのかは、ちょっと社内のことだとは思うんですが、ただ新幹線駅に使用された場合、その、改修する費用の負担はあるけれども、それに関しては特に重なることはないですよということです。もし、例えば、同じ駅名2つあると、やはりその、料金計算ですか、そういったところなどでも、お客さんが誤解しやすい、料金計算の間違える可能性がある、そういうことで誤解しやすいんですが、その際はこの二掛け線の方を変えますよと、いうことで、とりあえずこの三角にはなっているみたいですね。はい。
その他、新竹府、越前駅、南越竹府ですが、越前とかありますが、そうですね、ちょっと面白いところを見ていきますと、こちらですね。例えば、この、こちらですね。越前ですね。こちら、まあ、越前っていうのは結構、もの、読みやすくて分かりやすい名前だと思うんですが、こちらですね、丹南地域を含めた、両北一帯をイメージし、所在地がやや推測しにくい。確かにそれはあるかもしれませんね。はい。こちらですね、JR 竹富駅の最寄り駅であることはやや推測しにくいですね。まあ、確かにそういうふうにある、そういうことがあるかもしれませんね。はい。その他には、こちらですね、面白いのが、竹富新ですね。新竹富ではなく竹富新としています。こちら、所在地を推測しやすい。ただしこちらですね、読み小文字、他の新幹線新設駅とは異なるパターン。確かに異なりますね。この、新竹府ですとか、そういう風だったら、まあ、既存のパターンがあるんですが、竹府新としたところ、新を後につけたところが異なるパターンというものみたいですね。はい。その他、まあ、今回、サバエの記事もありましたが、この越前竹府サバエについては、こちらですね、駅の所在地が越前市と鯖江市の市境付近と誤解される。あ、確かにそれはあるかもしれません。で、読み10文字長めで読みづらい。確かにこれありますね。失礼しました。こちら、例えば越前竹府鯖江なんてあったとしても、そうですね、それこそ竹府飛ばされて越前鯖江って噂言われそうな気がしてしまいますね。はい。で、最寄り駅が JR の竹府駅か鯖江駅のどちらかわからないということですね。ただし、この、ま、丹南地域の伝統や文化や伝統産業にゆかりのある名所で、田市長から要望ありというのはなっていますね。はい。最後には、越前鯖江というのもあるんですが、こちらですね、鯖江市に駅があると誤解を与える、とか、ま、読み7文字語感がいい。確かに越前鯖江だったら語感はいいですね。ただ、本当にそこそ鯖江市に駅があるというふうに誤解を与えそうですね。はい。こちらですね。まあ、そういうことがあって、確かに語感がいいという点では丸なんですが、その他のところではこの、三角、黒三角ですね。当てはまらないというふうになっていたんですね。こんな感じです。です、まあ、今のところでは、まあ、トップに来るのがこちらですね。一番になります。こちらですね。越前竹府。まあ、こちらが一番、なんていうか、その、まあ、一番の候補なんでしょう。ただ、デメリットとしてはこちらですね。まあ、駅名としてなった場合は、この、福井鉄道、福竹線の駅、改修費用。まあ、こちらはどのくらいかかるか分かりませんけど、まあ、結構そこそこのお金がかかるだろうなというところですね。まあ、それをクリアできるかどうかでいきます。それ以外ですと、この新竹府、越前市、南越竹府、この3つはこれ丸三角がついてますね。丸3つに白三角1つというふうになってますね。まあ、その他は丸が2つだったり、ということで、まあ、こんな感じですね。ですそうですね。まあそういった意味で、この越前国府というのが繰り上がったということですね。で、この東家府というのが、まあ、何ていうか、落ちたということですね。ですから、この、1番から5番ですね、まあ、6番外れで、7番、8番、9番、この8つが候補に残ったということになりますね。はい。まあ、こんな感じで、候補が決まりまして、で、この後の展開なんですけれども、こちらですね。もう少し下の方に行きまして、こんな感じで、意見募集が行われます。こちらの方にこういった感じで、まあ、この駅名についてはこう思いますとか、そういう感じの方で、まあ、自由記述で書いてもらう。で、期間は6月15日から7月15日まで。特にこの県内外の、特には限定したものありませんので、県外の人もこういった形で、まあ、ネットからでも応募できますよということですね。これの意見を聞くというだけですね。人気投票とは別なので、それにちょっとまあ誤解しないようにということですね。はい、こんな感じになってます。はい、なかなか面白い、こう、まあ、選定の、何ていうか、この、何でしたっけ、高輪ゲートウェイですか。あれは、まあ、なんか投票をしたものの、まあ、関係者の一存というような感じで高輪ゲートウェイになっちゃいましたけど、まあ、こういう感じで、まあ、評価がはっきりと、こう、明確になっているというのは分かりやすくていいと思いますね。他の、選定などもこんな感じでやってもらえれば、まあ、透明性が高くていいのではないかなというふうには思います。はい。でこちらですね、今回紹介しました記事ですとか、関連サイトなどは概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひ見てみて、決めながらこの意見募集に、一言、それで送ってみてはどうかなと思います。では今後もこういった形で、視聴者などに掲載された良いニュースや楽しい話題、皆さんと共有していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。では、今回はここまでです。ありがとうございました。